さっきも言いましたけど、年末年始、アイスランドに行ってたんですけど、で、その、一人旅とは言わないのかな？一人なんだけど、ツアーにね、参加してたのよ。で、それが、なんか結構直前で、俺が見たかったのが、アイスランドって、年末のカウントダウンの時に、日本の花火大会ぐらい、あそこまででかくないけど、日本じゃ絶の打ち上げ花火って、パンぐらいの感じだけど、あれよりも全然規模のでかい、花火大会で言うと一番ちっちゃい花火ぐらいの、すごいでかい花火を民家から、ずっと打ち上げてるっていへえ、個人的にってこう、と？個人個人そうで買ってさ、か。それ何で知ったの？それ何か見たってこと？なんかで見て、で、それ俺へえ、花火すごい好きで、1万円分ぐらい買ってさ、ああ、そうアヒか。ルナンデスでもやったりした。で、ストやるレやつスね。解消が花火なんですよね。ほいで、たまに1万円分ぐらい買って、ゴンちゃんと江ノ島とかでやったりしてんだけど、で、それがどうしても見たくて、あとオーロラも見たいなっていう感じああ、見で、れる国なんだそうね。そうそう。で、自分でガイドを雇ったら半端じゃないお金になるから、なで、るへそ。すっごい遠いから、滝とか、間欠泉とか、地表とか、ユーラシア大陸、ユーラシアプレートと北米プレートが生まれてくる、この裂け目を見るとか、あるなじゃるほない？ど。火山のとこだもんそうね。そう火そう山のそう。上の国だもん火ね。山の、上そう、といようく知ってんの。さすが東大受験か。の、この間勉強したから、受か習っるんたじゃもん。ない？ いや、それ受かるためにやってるから、ね、これ超そうなね。ぶつかってこうなったとかそうそうそうね。っつってね。盛り上がったとこそうそう、それで、ろ。はあ。それを見たくて。で、旅行会社、旅行代理店行ったら、ツアー、日本の埋まっちゃってるけど、っていう話になっちゃって、ほう、日本の方が埋まってる。日本人の人、日本のね、からのツアー埋まっちゃってると。ほう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 。で、ロンドン支店のアイスランドツアーは空きがあるっていう話になって、へえ、じゃあイギリスの人が行くそうツアーっそうてこそうと？そう。はあ、そんなの頼めんの？そう。へえ。で、そこに、俺はイギリス経由じゃなくて、イギリスからアイスランド行くわけじゃん。で、その人たちが初日に泊まってるホテルに、俺ほうはフィンランド経由でアイスランド行って、そのホテルに合流すると。ほう。はあ、そんな形でも行けんそう。だ。で、へえ。2日、2泊3日分の行程は一緒に移動して、っていうなるのほどがね。空きがあるあ、と。いいじゃない。じゃあ、それにしてくださいと。で、ツアーか。それってイギリス人の方なんですかね。あ、そうですね。イギリス住んでる方。でまあ、も、そうだよな。国際結婚されてる方で、日本人の方もいたりとか、っていう。で、一人旅の人いますかって聞いたら、あ、アイスランドは一人旅の方いらっしゃいますよ。じゃあツアーに入っても、ポツンとする感じじゃないのかな、みたいな感じで、そのイ申しギリ込んスだ。から行くツアーにも日本人の添乗員さんみたいにいるってこと？日本語喋れる喋れアるイ人。スランドの人だね。ああ、じゃあまあそこ安心だね。結局ね。それで、フィンランド一回行って、で、乗り換えて、アイスランド着いて、で、アイスランドから、アイスランドタクシー自分で捕まえて、そこはもうずーっと、雪原っていうか、ゴロゴロ溶岩が転がってる上に雪が積もってる道を、もう何にも建物なんか、わーってタクシーで、アイスランド人の人を運転して、行って、で、そこが結構、オーロラが見れるぐらいのとこにポツンと、ホテルがあるええ、わあ、いいとこね、いいにと行っこだね。て、チェックインして、で、自分の部屋入って、で、夕方6時半ぐらい。で、7時半ぐらいから夕食始まりますと、いうことなんですよ。で、ツアーの人たちも7時半からですってなってたから、なんとかホテルまでつけてよかったね。もう大雪原ね。360度ね。で、星もバーって出てる感じ。それで、7時半になって、ご飯だな、ビュッフェなのかな、とか思いながら、行ったんですよ。で、ここのツアーのものですっていうのをね、その店員さんに伝えて、レストランの。そしたら、あ、こっちですって案内してくれたら、そのツアーが22人、総勢、だったんですけど、円卓で、でかい円卓が2つあって、で、10人ずつぐらい座ってるのよ。俺遅く入ったから。
したら一人だけ外国人の方いたんですけど、うん、あと全員日本人だった。え変わんないじゃん日本からのツアーなんで、なんで、あーそう、あーそうって思って、で、これどこ席座るか相当重要だと、円卓だから。みんなで食べんの？一緒に。みんなで食べんのよ。そういうもんなのツアーって。参加したことないわかんないけど、それ本当なんか合宿みたいな感じじゃん。そうじゃん。だから各々ビュッフェでテーブルで食べる家族は家族。でも何か見に行くときはバス一緒ぐらいだと思ったら、がっつり円卓なんですよ。むちゃくちゃ仲のいいツアーだねそれね。で。なんかそれはホテルがそうしたのかわかんないよ。で、これでも一人で、まあ俺別にさ、ツアーにさ2泊3日そこから参加するからさ、何も別に帽子もマスクも何もしないじゃん。まあそうだね。普通にこの何もしないで行ったらさ、あれみたいな顔で見てる人はいるのよ。それは日本の方だったらそうでしょ。外国の方だったらね、別にね、まあ、日本人が来たぐらいに思うだろうけど、日本人だとやっぱ若林じゃねえかってなるよ、それはね。あれみたいな。で、うん、これは、うん、とにかく一人旅っぽい人の横に座って、うん、一人旅ですかみたいになっ、もう俺人見知りだからさ。いや女の子苦手で人見知りだから。いやもう克服したって言ってんで、記事に載ってたから。あら、事実なんだからさ。ああ、女優さんとお付き合いしてるやつは人見知りだって、そうだ。許されないことだよ、それ。その発言は。いや、なかなか苦手でさ、話しかけるのが。そんなやつは女優さんとお付き合いできないんだから。うん。無理よ、それは。で、それで、その、一人旅、うん。で、パッと見た感じ。うん、一人旅のやつはいないんですよ、うん。どういうことなんだよ。家族、家族かカップルか夫婦。家族カップル夫婦。全然話と違うじゃないか。うわ、マジか。と思って、うん、でも2席しか空いてないうちの1席の若い方のカップルの横に座ったわけよ。うん、これビュッフェだとしたらものすごいスピードで食って、ホテルの部屋戻るしかないなと思ったら、なんかこう、ワゴンみたいなアイスランドの電車がわーって運んできたら、サラダが、人数分のが皿が乗ってんすよ。なるへそ。コースかい時間かかるなー。コースかいと思って、で、もう日本人を円卓で、チラ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 見てるわけ。あれで、違うかなみたいな。で、目あったらちょっと目そらすみたいな。で、俺もあんま顔を上げれず、みたいな。で、その時点で、一回部屋戻ったの。パッて立って、なんかちょっとこう、スマホなんか見ながら、こうしながら。ああ、サラダ食べ終わったから。サラダを、こう、テーブルに置いてる時に。で食べてないじゃん、何一回部屋戻って、工程の資料を取ってきたわけよ。はいはいはい。うん。で、スマホを見ながら食べてたら行儀悪いからさ。なるほど。まだ、急に来たから。工程を把握してないんですよ感で、はいはい、その工程を見ながらあここ行くのかみたいな顔で、はいはいはい、こうなんかこう、うん、話誰にもかけられない感を薄めたわけよ俺ほら、うん、人見知りだからさ。いやいやいやもう二度と言うなよそれもおおなんだなんだで隣もねカップルの女性だったから、うん、俺ほら女の子苦手だからさ。どうやって南沢くんとお付き合いしたんだ、じゃあ。なんだなんだなんだ。調和するんじゃないよ、さすがに。え？上から下に向かって調和するんじゃない見上げるしかないだろ、こっちは。いや、それでさ、うん、隣座ってさ、みんなも、うん、まだ飛行機からバスでホテル来て最初の食事から、はい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 、打ち解けてないの。それぞれ家族とカップルで喋ってる。はいはいはい、俺はまあ見て。で、サラダは食べたのね。うん、でもこれ、この工程をずっと見てるやつおかしいだろっていうぐらい、次の料理が来ねえんだよ。まあ、遅いだろうね。海外だしね。で、次は、ってワゴンに、スープが運ばれてきて、うん、で、スープかいと思って、もうメインでいいわけ、こっちは。で、スープを飲んで、スープもゆっくり飲んで何かやることがなくなったらダメだから。いや、そうだね。そう、終わりだから。もう恐ろしいね、やることなかった。食べ終わった後の。でも、さすがに遅いだろう。なんか、ツアーにいたおばあちゃんより遅かったんですよ、スープ飲むのがね、俺は。で、スープ飲み終わっても次の料理は来ないから、うん、俺もう久々だよ、うん。スマホ出して。うん、
あ、もしもし。うん。はい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 。え、それってうん、え、今、確認しなきゃダメかな。あ、うん、そうはいはいはい。え、今の方がいい。ははははって言いながらレストランから出てったんですよ。なんだよ。俺、久しぶりに足りない二人の技使ったんだよ。山ちゃん、喜ぶぞ、あいつ。いや、俺ほら。足りないからさ。いやいやいや、その溢れてるよ。こぼれ落ちてるよ。こっちから見ると。うん。いや、うん、お前と山さん生意気だね。有利な立場から関節決めてきたなんて。有利じゃない。しばらく泳がすけど許さねえからな、しばらくしたら。いやいやいや、俺ほんと TBS ラジオ行くからな、俺も。それ山ちゃんじゃねえ、それ山ちゃん。それ山ちゃんとか言ってくれ。得意な関節決めてたわ。もうそれはいいんだけど。ほんで、電話して出てしたら俺、サラダ、全然、機内食も、フィンランド、アイスランドは出ないから、もう、サラダとスープしか食べてないのよ。で、コンビニも何もない、大雪原ですよ、一歩外。一丁出てみたら店とかねえのか、大雪原、吹雪よ。ねえ。そこで食べるしかないな。腹、お腹が空いたけど戻れないじゃん、っていう初日だったのよ。はあ、これはそっから2泊3日。でもこれ、今、制度さんどうする？ 2 時10分で。今週はここまででしよう。でも話すことありすぎる、これ。スイーン、アイスランドだっけ？うん。アイスランド行って、うん、サラダとスープ食った話じゃないよ、それ。いや、待って、いや、挑発するんじゃないよ。いや、オーロラがどうとか話聞きたいじゃん。挑発するんじゃないって、春日のこと。いや、そんなさ、サラダのスープをアイスランドで食べた話じゃない。で、お前、ちなみに今日のトーク面白いの、うん、お前。いや、面白いわけねえだろうよ。勉強しかしてねえんだから、正月。必死で絞り出したやつだ。けど、制度さん、どうする俺、これ、3時、うん、和牛には申し訳ないけど、1時間もらおうか、和牛。それは無理よ。枠は超えられない。この後和牛ね、3時5時やるから。うん、和牛くんだって多分いる、ね。ファンは楽しみにしてるしね。いや、そうよ。そうだよな。和牛くんもね、一緒にやってるから。どうしよう。まあ、一応喋るじゃん。ああ、そう。それで、うん、40分くらいまでいける。空腹のままさ。私のトークは？え？しょうがないね。カット、しょうがない、ね。喜んでんじゃねえよ、お前。いや、お前、おい、タイトルお前、ひどいぞ、正月の一発目のオールナイトで、うん、VRAV って書いてあるじゃねえか。おい、ちょっと待って。いや、待って待って待って。友達の同期の芸人が女優と付き合ったら、全員芸人は VRAV の話すんのか。いや、だから山ちゃんが。山里もお前も。VR の話でさっきドキッとしたんだから、同じだと思ったんだ。びっくりしたんだから。うん、いや、私の話はいいの、所詮そんなようなくだらねえ話だからさ。体験したって話だから VRAV よね。それでさ、うん、空腹のままさ、うん、サラダとスープだけ食うもんがないのよ。まあ、何も。そうだね。何も持ってってない。もう寝るしかないと思って、水をブワー飲んで、いっぱい水飲んで、コーヒーだけ備え付けのね、いっぱい飲んで、うん、寝てさ、でも目覚めちゃったりして空腹で。うん、もう朝一番の7時、うん、もう一番乗りで、うん、朝は絶対ビュッフェじゃない。うん、まあ、大体そうだよね。そうそう。海外のホテルとかなんてね。もう6時20分ぐらいに起きちゃって、あれと思って。それで、早く開かないかなと思って、もう、うんうん、ビュッフェ7時からだからさ、うんうん、行ってビュッフェだったのよ。で、自由席っぽいのよ。ああよかったと思って。しかもなんでその初日はみんなで円卓だったんだろうね、それね。マジだぜ。なんか、あ、でも親睦を深めるみたいなのあんのかな、理由は。だから、朝一だからさ。うん、それはいいね、ビッフェよかったね。朝一といえばなんか、うどうさんもね、熱愛が発覚みたいな感じで。そうどうなったあ、それは興味ないんだよ。申し訳ないけどね、うどうさん。普通、うどうさんだぞ。いや、興味ない、やっぱり。チングルの友達が、ね、女優さんと付き合いすることになったって。何回言ってんだよ、お前さ。いや、伝わんないかなと思って、この感覚がさ。いや、うん、それでね、俺、それで。で、飯一番早くて誰もいなかった。うんうん、誰もいなかった。俺しかいなかった、7時に。うんうん、もう熱々ソーセージも。一番先に行ってっからビュッフェ。ベーコンカリカリ熱々。一番いい状態。熱っとかいらんの食べて。で、久しぶりの飯だし、うまいし。うんうん、で、11時出発なのよ。次のブルーラグーンっていう世界最大の温泉に行くんだけどさ。なんでかっていうと、日が昇らないから。うん結構だって7時だと結構時間あるもんね。うん。だから、出発前から飯食った後。まあ、真っ暗なのまだ。真っ暗、11時ぐらいまで昼の。あ、そう。うん。ほいで、まあ、ね、暖炉の前でさ、うん、なんか、こう、なんか、紅茶飲んだりさ、なんか時間潰しててさ、ほ、うん、いで、11時になって、
ったんですよ、うん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 、ようやくね。でロビーに集まって、これどうしたもんかな、うん、誰かに、やっぱ若いカップルに話しかける感じで行くしかねえなと思って、人見知りだけどここは行かなきゃって思って、でロビーにそのメンバー、うん、昨日の円卓のメンバーで集まって、うん、で点呼取るわけですよ、あのガイドさんが。はあ、もうなんかほんと遠足みたいな感じなんだね。そうで、誰、家族は誰々さん家族とか言って言われて、あ、もう名前で、例えば浅田さん家族とか、家族いらっしゃいますか、3人いらっしゃいますかみたいな。そうそうそう、はいはいはい、でなんかで俺は、一番最後に、うん、若林さんって言われて、うん、はいしたら、うん、みんながパッと俺のこと、ね、若林決定でと。いや、それはそうだ。そのホテルのロビーで若林に、あの、確定が出たんですよ。花がつけられたわ。審議だって、ずっと審議だったよね。当確、当確。当確な。で、ガイドさんが説明したのは、うん、今これ22人ですと。うんうん、ロビー。で、うん、バスに先に12人のドイツからのツアーの方が乗ってますと。はあ、はあ、そうで32人でブルーラグーンっていう、ほら見たことない、世界最大の露天風呂で顔に白い泥塗ってさ、パックになるみたいなさ、ひどいとこね。そうで、あれアイスランドなの。で、どうしても行ってみたくて。あ、そこ行きたいね。で、ツアー申し込んで入ってて、はいはい、そこ、はいはい。で、じゃあ、バス、何が何でも一番乗り、うん、乗って、うん、一人旅っぽい人がいたら、その人の前後に座って、一人旅ですかって話しかけるのは人見知りだけど、頑張ってしようと思った。で、女性だったら女の子苦手芸人だから。そんなわけねえだろうが。話しかけれないかもなと思うけど、あの、女の子でも頑張って話しかけようと思ってたわけよ。って話しかけるの決まってんだろ。女優さんいないだろ。あ、黙ってろお前。女優さんいるのか、そのパスタ。女優さんが。しかも、挑発すんじゃないよ、春日のこと。なあ。挑発するんじゃないよって、俺は何をしてるんだよ、お前に。挑発してきてた、私のこと。かかってこいと、ジェスチャーで。え？卑怯な男だよ。卑怯な男だね。で、アメリカナイズされた。で、あの、一番先にバッグをさ、あの、入れてさ、うん、バスに乗ったらさ、うん、いや、これはもう五光が差してたね。うん、バスの、一番奥の後部座席に。うんうん、同い年ぐらいの女性が一人座ってたんですよ。ほう。ここだと思って、うん、ブワーって、うん、その一番後ろの席の、前の席に陣取ったわけですよ。うんうん、で、うん、これ、後ろ振り返って話しかけるのはあれだから、まあ、うん、ブルーラグーンついて、降りた時に一人旅ですから、うんうん。なるほど。頑張って話して、誰かと話せる感じを作っとかないと、これ、二日行くから。一人で若林確定してるやつが横にじとーっといるの嫌じゃん。嫌だね。で、もうその時しかないだろうね。もう二日目三日目になっちゃうと、もうキャラが固まっちゃうからね。固まっちゃうから。話せない若林でも固まっちゃうから。そう。話してた方がいいよね。で、一日目で。座ったんですよ。うん、でよし、いつ話しかけようか。そしたらまたね、バック入れた人がどんどん乗ってくる。ね。で、後ろに同い年ぐらい、同世代ぐらいの女性座ってる。うんうん、したら、うん、ちっちゃい子供が二人、うん、ママーっつって走ってったんですよ、後ろに。で、お父さん来て、あ、家族か、そうだよな、後部座席になぁと思って、これちょっと話しかけにくい感じだよなぁと思ってさ、昼顔になっちゃうじゃん、そこ話しかけちゃったらさ。アイスランド、インアイスランドだよ。表現がね、ちょっと、まあ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 いいですよ。あ、そう？うん。昼が、まあまあまあ。やっぱ熱愛すると腕鈍るのかな。そうだな。やめろだから。そしたら、考えた方がいいよ、そしたら。それで、あの、ブルーラグーンついてさ。ほうほうほう、もうついちゃって。で、まあ、うん、みんな温泉バーって入っていくわけね、うん、そっからは、うんうん。で、入ったらもう、もう天国ね、うん。体育館、50メートルプール4個分の露天風呂。で、いろんな人種の人がさ。さ水着着て、お湯使って。もう普通に風呂なの温泉日本の。温泉。ちょっとぬるめかな。あったかいとこ、暑いとことぬるいとこで分かれてたり。で、あの、湯煙で、もう寒いから、はい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 、湯煙うわー上がってから、うん、もう、3メートル離れたら顔見えないぐらい。へー。だからまず真っ先に入って髪をオールバックにして肩まで使ってさ、なんかなるべく他の日本人の人と顔合わさないところに行こうと思って、誰もいなずいのとこ行って、うん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 、そしたら、あの、外国人のね、先に入ってる方、はいはいはい、顔にやっぱ泥塗ってんだよ、みたいな。これちょうどいいじゃんと思って。まあ、この時間ぐらいはあんまりなんかバレないで一人で風呂入ってると思って、うん、で奥の方の岩の
何岩べりっていうか、うん、沿いにさ、はいはいはい、腰を下ろしたらさ、うん、手をしつついたらさ、うん、泥が下に、あ、泥、あ、下に泥が、あ、あるんだ。これを顔に塗ってんのか。なるへそ。そう思って。うん、まぁ、ちょっとグレーの色だったんだけど、うん、あ、みんな白くなってるけど、塗ったら白くなるのか、乾いてね。はいはいはい、で、このグレーのさ、うん、泥を顔に塗って、うん、もうオールバックにしたら、もう誰かわかんない。で、肩まで使ってこう移動してんだ。ほ、うんと、地獄の黙示録みたいな。出ました、これね。声使ってね。そう、地獄の黙示録状態で、いろんなところに歩いてみてね。そうそう。あ、転がしすぎだろ、お前。え、まあ調子乗ってんな。すいません、ちょっとショックを受けた熱帯に。ガンタンガンタンから。じゃあ、例え転がしちゃうってならないんだろ。ガンタンからもショック受けた。いや、それで、で、顔に塗ってさ、したらさ、いいね、いいね。湯に浸かりながら、うんうん、手首のリストバンドをピッてやったら、うん、飲み物が買えるみたいな、その、はぁ、浸かりながら買える櫓みたいなのが、もう、ドンとあるわけよ。湯の中に。湯の中に？そう。で、店員さんが働いてるわけ。スムージーとか。え？湯の中で？いやいや。出なくていいってこと？建物が、そう、出なくて、そのまま使ったままこう、受け取れる。ドライブスルーみたいなのが、ドンと。すごいな。そんだけ広いってことなんだね。で、ビールは3杯まで飲める。お酒類は3杯まで飲める決まりになってて。そうか、お風呂だから、ね。で、俺、ビールをさ、うん、買うために並んでたんだけどさ、はいはいはい、ガラスに、自分の顔が映るわけよ。湯気だから。うんうんうん、そしたら、うんうん、みんな泥塗ってるじゃん。うんうん、で、白くなってるじゃん、うんうん。俺だけ明らかにグレーなんですよ。一人だけ。なんだろうね。顔が。みんな真っ白な顔。で、俺だけグレー。で、俺一人だけこんなみんな、俺だけなんでグレーなんだろうな、と思ってて。で、ビール買って、はいはい、パッて横見たら、なんか銀の、バケツみたいのがあって、その中覗いたら、白い泥がいっぱい入ってたんですよ。バケツに？そう。あ、これ下からすくって顔につけんじゃなくて、みんなここから、試着みたいなのがあって、そっからすくって顔につけ、で、俺、そらそうだなと思って、みんなが踏んで歩いてると、この泥を顔塗んねえよなと思って。そう、塗る用の泥がある。そうそうそう、ね、塗る用の泥があったのよ。それわかんない。で、超恥ずかしい。なんかちょっと見られてて、並んでる時も、横の外国人。うん、こいつなんか黒い顔みたいな本当に普通のドローのさ、ドロー塗ってたんだよ俺だけが。なんか美容のとかじゃない。そうそう。うんうんうん、でまあまあ取って、はいはい、ビール飲んで上がって時間になったからロビーにまた集まる。着替えは。じゃあ32人ね。で若林さんってまた天候取られて。でこれなどうしようかな。でもこの後レイキャビックっていう、うんうん、首都に向かってホテルチェックインしたら、はいはい、夕飯まで自由行動なのよ。なるへそ。だからしばらく時間できると。うん、ただ、うんうん、どうしようか、この空気、と思って、みんながちょっと若林って気づいてる。それ、バスも結構の時間乗ってんでしょ？バスも乗るよ。まあ、いろいろ自然だから遠いから。なるほどね。うん、それで、大変だね。その、温泉施設の玄関からバスが止まって駐車場まで結構距離ある。歩いて5分ぐらい。はいはい、なんかこう、ね、岩沿いをみんなで歩いていく。うん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 、歩いてたらさ、うん、カップルの女の子が、うん、トトトトトトって横に来て、若林さん、最近旅人なんですよねつって。おお、急に話しかけた。うん。えって言ったら、うん、なんか、モンゴルとかすごい行ってんすよねテレビで見ましたって言われて。急に。でも、ここしかチャンスないと思って。話しかけてくれたんだね。そうそう。で、俺もさ、喋、うん、る人ですよ感出すためにさ、結構声張ってさ、ああ、モンゴルすごくいいですよみたいな。うん。なんか、ね、周りに、ね、空気的に。喋りかけていい人ですよを知らしめたいから。はいはい、たら、あ、何がいいですかって、いや、草原なんか、ずっと馬乗ってね、うん、ゲルにね、入ってってね。でもその人を飛び越えて向こうに話しうん、全体に話しかけていい人ですよ。俺すごくないその環境。俺一人だよ。いや、もう、ゾッとするね、自分だったら。人見知りだからさ。そんなわけねえだろうよ。いつまで言ってやがんの？わーわーっつってさ。うん。まあわーって話して。そしたらさ、横の、うん、あの家族のさ、うんうん、奥さんもさ、うんうん、え、モンゴルいいですか？みんな旅が好きだからアイスランド来るわけじゃん。入ってくるわけだよ。あれ、なんでしたっけ？ゲルでしたっけ？そうです。ゲルの中入ったら遊牧民は優しくて、うん、まあ結構周りの、うんうん、あれ、女性だね、やっぱりね。
あの、そういう時に男はちょっとね、こう、遠くからそれを見てる感じなのね、やっぱり。あ、やっぱそうなんだね。そうそうそう。そうだと思うわ。あの、だからちょっとなんか女の人に囲まれた感じになったから、ちょっと、まあちょっと苦手なところもあるから、ドキドキしながら。そんなわけないだろう。こう、いや、そこが喋んなきゃと思って、一生懸命喋ってさ。熱愛かれた、熱愛。そしたら、バスに乗ってさ、なんかこう、喋りながらさ、ちょっと喋ることができて。で、また移動中はみんなこう別々なんだけど。まあ家族で来たし。そう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 。で、まあそっから、レイキャビックのホテルにチェックインして自由行動になるんですよ。うんうんうん、生徒さん今週はこのぐらいでいいかな。あ、どうする？石井ちゃんどうする？まだ大丈夫。まだ大丈夫。うん、まだいけるよ。これさ、ケツまでいかねえな。来週話さなきゃいけないはず、うん。まあいいや、じゃあこっちの縦軸で話そう。そういうことを俺できるからね。途中で変えられたりできるか。そう、わからんけど。メモに書いた通りでしかトークできないやつも前知り合いにいますけど。私のことだろ、失礼な。え？うん、私にもね、朗読させてくれや、朗読を。うん、まあいいよ、それで何よ。で、俺はレイキャビックっていう首都の、とこぐるぐる一人で歩いてて、その時間はほら、気楽じゃない。で、まあ、教会行ったりなんだりしてて、うん、で、まあ、ね、日本の CI にこう、お土産買ったりしてて。それで、うん、何買ったんだ？ホテルに、夕食の時間に。何買って、何買って喜ばれたんだよ、南さん。いや、お前、詰めてくんなよ。いやいや、挟んでくるから。めちゃくちゃ詰めてくんな、お前。挟んでくるから、それいらないだろ、今のところ。そう聞きたくない。嫌なんだよ、自分からのろける芸能人の人。たまにいるだろ、テレビで。いや、あれ嫌なんだよ、俺。いや、今の完全に誘い込まれた感じはするけどね。うん。お前と山里は調子乗ってんなよ。いいし。あと2、うん、1、2週間だからな。いや。一緒にするんじゃない、山ちゃん。直接言ってくれよ、山里さんに、それ。それで、うん、夕食の時間だったら、うん、今日は、ビュッフェで会ってくれと思ったんです。まあ、さすがにね、うん、話しかけはされたけども。うんうん、で、俺ね、ルームナンバー411、オーバーゼーって言って、店員さんに話しかけたわけですよ。え、今何ですか？あ、そうそう、俺の、飯はどこだってことをね、店員さんにね、そのレストランの、ホテルの、うん、そうやって聞いたんだね。うん、そうそうそう。おぉ、なるほど。東大生としては何て言えばいいの？ 4115 号室の俺はどこの、あそこの席ですかって聞くのは。あー、I'm, そのナンバー、411? うん。Where? うん。だね。絶対浮かんねえだろ、お前しかも指さしたよ。ウェアつってこう。お前東大浮かんねえよ。たくさん椅子がある方、ウェアって言って。っていうのがやっぱ一番でしょ。おー、調和すんじゃないよ、春日のこと。それで、それで、レストランパッと覗んだら、うん、覗いたらね、ビュッフェなのよ。おー、よーし、よしよしよし、自分のペースで食べれると。Yes, yes, yes, yes. 何人かは喋ったけど、まだきついと。うん、で、席を見たら、うん、円卓なんです。わお好きだね、円卓、そのツアー。まあでもビュッフェだけまだマシか。円卓に、うん、座るときに、うん、別のカップルの男の子が、うん、あ、若林さん、僕たちあそこですよ、つって。距離縮まってるわけよ。ほら、さっき喋ったから、でかい声で。はい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 、あ、ありがとうございます、みたいな。で、座ったら隣の、4人家族の、息子さん、娘さんいて、夫婦の、お父さんが、横で話しかけてくれて、若林君一人ですかみたいな。いや、そうなんすよ、みたいな。で、なんか、うん、イギリス在住なんだよね、やっぱり、皆さん。あ、そういうこと？そう。で、ドイツ在住かイギリス在住なのよ。でも、やっぱり駐在2年とか駐在3年とか、はいはい、まあ長くて5年とかの人たちだから、やっぱり若林の名前とどろいてんだよね。イギリスとかドイツまで。まあ、それより前から日本にいる時に見てた、ね。何お前ちゃんとしたこと言ってんだ。バカじゃねえの、お前。それで。バカです、それで。そういうことはしょうがない。そんなわけねえだろうとは言えないでしょ、今。で、お父さんとさ、結構喋っててさ、で、イギリス行ってみたいんすよ、俺も、つって、大英博物館行ってみたいんすよ、みたいな。うん、で、大英博物館はね、一見の価値ありだよ、みたいな。で、ちょくちょく、こう、ギャグも挟んでくる お父さんでさ、で、そのギャグをさ、挟んできてさ、ね、俺はなんか大げさに笑うわけよ、やっぱり。まあ、一応接待するっていうか、ね。やっぱりさ、息子、娘からしたらさ、うん、オードリー若林を自分の親父が笑わせてたらさ、誇らしいじゃない。いや、そこまで思われてないよ、別に。オードリー若林すげえと思ってないよ、子供は。子供は、ね。お前と山里は。いや、山ちゃんは、調子乗ってんだよ。山ちゃんはそうかもしれないけど、私は。うん、有利な立場から。いや、今の関係ないから、今。熱愛関係ないんだから、
でね、飯行くですごい楽しく話して、そのお父さんのおかげなんだけど、この旅は、結果論で言うと。ほうほうほう。そしたらなんか、息子は、高3って言ってたけど、うん、あ結構でかいね、ご飯食べ終わってさ、うん、あの、デザートとか食べてるぐらいの時間に、俺の横ツーって来てくれさ、息子が？あの、若林さんとツアー、うんうんうん、ご一緒できて光栄ですって挨拶して、やっぱ光栄なんだよやっぱり。いやそれはなんか言わされてんでしょ。いや違う違う、ちゃんとした方なのよ。で、うん、若林さんのあれ好きでさ、あの日立の CM 大好きです、ね、違う俺はそこで三菱だよとは言わないよ。そこはなんで言わないのよ。そこツッコミになっちゃうから、ありがとねっつって、うん、そこは言うよ。いや、それはやっぱちゃんと正さないとダメでしょ。三菱の方だよ。にっくいね、三菱の方だよ。一生懸命話しかけてくれて、向こうも緊張するよ。あの若林にさ、話しかけてきて。いや、そんな風に思われてない。親父が笑わしてんだから誇らしいでしょ、うん、きっと。いや、別に。そこまですごい人だと思ってないよ、多分。うん。息子はね。で、そこから結構もういける感じよ。うん、まあまあ、そんな感じだね、うん。そうなってくると。で、うん、この後、生徒さん、俺、花火見てオーロラ見るんですけど、来週に回しますか？そこ飛ばしますか？じゃあ。来週。じゃあ、その、うん、グループツアーでどんな感じになったかですかね。うん、なんで今打ち合わせしてんのよ。それなんかさじ加減でいい、話したらいいじゃないの。あ、そう？ここじゃあ、オーロラと花火は来週ね。結構ボリュームあるってことだよ、そこはね、うん。じゃあ来週聞いてください。うん。いや、ジングル打ったないといや、この際、あ、もうオーロラと。あ、ツアーの話、ね、ツアーの話が、それでまた、夜ご飯、うん、それが1日目。で、2日目が、うん、あの、最後の日なんだけど、うん、昼ご飯は、はいはい、滝をね、うん、間欠泉と滝を見に行ったんだけど、うん、その途中で、本当あるのね、なんかこう、大雪原にポツン、もう、ビデオガールのさ、ビデオ屋さんみたいな感じでさ。極楽があったってこと、うん、お前、毎回極楽を言うな、この話になった時。マントの男が。で、大雪原にポツンとさ、いたかが、うるせえな、てめえ、下手かラジオ天の愛。はい。で、大雪原にポツンと手長エビのさ、レストランがあんのね。へぇ、なんかうまそうだ。もしかしたら幻かもしんないよ、その店は。うわぁ、消えてっちゃうかな。お前、うわぁだけかよ、お前。それで、レストラン入ってた、ツアーでみんなで。あ、そう。したらもう席どこでもいい状態になってるわけよ。うん。うん。したら、結構その、お父さん、また家族の、別の家族のお父さんの前に座って、うん、まずはビールだよね、なんつって。その日方は、うん、家族はドイツ在住だったかな。うん。それなんか、手長エビが名物、うん、美味しいって有名っつっても、うん、こう、焼いて、まあ、ボイルして、うん、頭と尻尾と手長の部分取ってあったら、うん、手が長いかわかんないね、つってお父さんが言って、俺が、そうっすねっつって。そんな笑うとこねえだろ。だって、家族からしたらさ、あの若林を親父が笑わせてたら、それは誇らしいだろ。そんな反射はないよ、そんな。そんな効果のさ。うん、そんな過敏やなくていいんだよ、この家庭で。そんな別に面白くないことじゃないしね。そう？そうだろうなっていうことで。別にギャグでも何でもないし。ね、いろんな話になってさ、うん、一風堂は、イギリスでは3000円すんだよ、一杯なんですよ。マジっすかつって、これ、3000円すくろつって。いや、もうゴンちゃんじゃん。ゴンちゃんやっちゃって。あんなゲスト一緒にすんなよ。いや、同じだよ。うわ、これうまい。うわ、初めて食べました、これ。うまい。ゴンちゃん。うわってゴンちゃん。俺、エビ食って言ってたよ。うまいっすね。ゴンちゃんじゃん。でね、一風堂、ま、三千っすえ、じゃあ、え、で、向こうではおしゃれでね、うん、一風堂を食べながら赤ワインで乾杯っていうのが流行ってんだよ、つって。へ、う、ぇ、んうん、麺伸びますね絶対バリカタで頼まなきゃダメじゃないですか、それうわぁって8人ぐらいでもうそのテーブル大爆笑。もうね、オードリー若林と行くアイスランドツアーになってるんですよ。ああ、まあ、そこまで行ったんだね。そうそうそう。持ってったんだね。で、最後さ、もうオーロラを見るツアーに行ったら寒い中みんなで、うんうんうん、見るんだけどさ。はいはいはい。で、オーロラさ、道さ、すごいのよ。うん、大雪原の、道がなくなるところまでバスで行くわけ。最後の道がなくなるところまで。もう真っ暗、うん。明かりがあるとオーロラちょっと見えにくいみたいなことで。うんうんうん、大雪原よ。うんうんで、道の最後のところにバス止めて、みんなで降りたマイナス6、7度。うん。で、もう防寒しっかりして、うんうんうん、もう、
ヒートテック、セーター、ユニクロの薄いダウン、その後にこう、ごついダウン着て、うんうんうん、手袋。手袋をね、2枚重ねてくださいって注意事項に書いてあって、2枚ってそんな、そんなはずねえだと思って1枚しか持ってかなかったら、うん、1枚して手がかじかんで動かなくなっちゃう。そんな寒い。うん。で、スノーブーツ履いて、耳当てしてニットキャップ買ってみたいな、かぶってみたいな感じで、みんなで2時間ずーっと待つのよ。待つ？オーロラいつ来るかわかんないじゃん。